皆さんどうもこんにちは。僕が常日頃やっているフィジカルとマインドを鍛えるルーティンとしてこの動画で紹介していきたいと思ってます。この動画自体は大衆向けに作っているので、これから紹介するルーティンはどなたにでもすぐに本日、まあ今日から行ってもらえる内容で作ってます。というわけで皆さん早速やっていきましょう。まず健康に配慮した食事を一食から始めること。それは3食あるうちの1食だけでいいんです。例えば筋肉をつけて見た目を大きく変えたいっていう人であれば3食とも変えないといけません。例えば体がめちゃめちゃ大きくてもっとスリムになりたいっていうのであれば、食事の回数であったり食べるもの、これはかなりコントロールする必要があるんですけど、そうでない限り今回のテーマっていうのはフィジカル、そしてマインドの部分なので、その3食一般的に食べられる回数の1食だけ、これを体に気を使った食事に変える、もうこれがものすごくパワーを持ってるんですね。で、日頃まあ健康に多少意識してる人はちょっと食べるものとかは意識はしてると思うんですけど、特に1食をもう絶対的に体にいいものを選んで食べる、それを毎日食べ続けるっていうことです。できれば自分で作れるものがいいです。料理が苦手とかやっぱり得意じゃない人もたくさんいてると思うんですけど、基本的に正直ね、基本的に体にいいものほどプレーンな味なんですよ。要するに、まあ、調味料があまり入っていなくて、結構食材の本来持っている味をベースに食べるっていうことが多くなってくるので、そこに塩とか醤油とか足すことはできるんですけど、わりかしプレーンなものになるので、まあ、食べ慣れていないとなんか食べた感じがしない。ただそういった食事っていうのは体にとってものすごくいいものが多いです。でここで代表的なのが、まあ、チキンサラダ、これ体を鍛えているとかっていう人でない一般の人でもめちゃめちゃおすすめできるものなんです。なんでかっていうと、まあ、これも一般的にっていう風な言葉が言えると思うんですけど、タンパクっていうのは日常の中でも不足しがちな栄養素の一つです。なのでこのタンパク、絶対的な良質ないいタンパクを得ようと思うとチキンっていうのは最適なんですよね。そしてコストパフォーマンスが相当いいです、はい、お金がかからないから食べ、まあ、続けやすい。そして料理がそこまでできなくても茹でたり焼くだけでも確実に美味しくできるものとしてはチキンがおすすめです。そしてそこにサラダが入っているのは、まあ、ビタミンの観点から、食物繊維とかそういったことも含め野菜が取れると理想です。なのでチキンサラダみたいなものっていうのはやっぱり一般の人にでもものすごく体にいいものとして、そして簡単にできるんで、今回この動画っていうのはやっぱり簡単にできないとみんなフォローできないと思うので、絶対的におすすめできるっていう、しかも失敗しづらいです。で、ここでもう一つ伝えたいことが一つとしては、こういうね、こういうお菓子ですよ。まあ、もうお菓子大好きな人はね、子供に関わらず大人からたくさんいてると思います。こういった間食時に食べるお菓子、これっていわゆる加工食品なんです。世の中にある加工食品で体にいいものっていうのは基本的にはあんまないな。ないと言っていいんじゃないでしょうか。こういったものを極力食べないようにする。日頃結構食べる人に関しては食べる量を減らす。そしていずれは食べないようにしていって完全なくすっていうことをゴールにしてほしいと思ってます。で、これじゃあどれぐらいの期間かけたら普段好きで食べてる人ができるのかっていうと、まあ僕の感覚的に2ヶ月ぐらいあれば食べなくてもいいかなって思えるようになってくると思います。日頃例えばこのプリッツ、まあ1週間で2回ぐらい食べて、他のお菓子をまあ基本的に毎日食べるような人でも、食べるものを減らしていってっていうのを毎週毎週どん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 減らしていきながら最終的になくすのに2ヶ月ぐらいあればまあもういいかなって。じゃあこういったお菓子なぜ取らない方がいいのか、このテーマにおいては実はマインドなんです。で、そのマインドに関わる部分で言うと、1日3食のうちの1食を健康食に変える、毎日変える、で、こういったスナックのようなものを食べないようにしていく。で、ここで得れるものはものすごく大きいものがあります。それは自制心をつけるっていうトレーニングになるんです。毎日継続していくことによって意識的に変わります。まず心が、ここが一番大きな利点というか一番パワフルな部分で、このマインドを変える意味で、あくまでも自分のよく満たしに食べるものであるこのスナックに関してこれを食べないようにしていく。じゃあなんでそんなことをするのかっていうと、体の健康、そしてこのテーマであるマインド、食べたいものを食べないようにしていくっていうのは結構辛いことです。で、それを継続してそれができる、もし2ヶ月後食べないようにできたとしたら、それは
自分にとって達成感がすごく大きいものになるんです。先ほど言った3食のうちの1食、この1食を変えれるのであれば2食目を変えれるんじゃないかなっていう意識どんどん変わり、向上心が生まれたりします。出だしからもう3食とも変えるなんてすごく難しいし、そういうことをしちゃうと大体持たないんです。ただできるところから始まる。普段このような節制をしない人、しても、まあ、ちょっと夏の前にちょっと節制とかする程度の人、この1年を通してこれをずっとできるっていうのは自分にとって考え方を変える大きなきっかけになるんです。それはなぜかというと達成感を得られるんです。言っても3食あるうちの1食を変えるって簡単ではない。やっぱり食べたいもの食べたくなるのが人間であって、そこにお金の余裕があればやっぱり美味しいもの食べたい、これが普通なんです。お菓子だって口が寂しくなれば映画見ながらポチポチちょっとポテチ食べたいなってなるのが普通。そういった自分の普段の行動を節制できてくると自制心が生まれます。でこの自制心っていうのがこのマインドにとってものすごく大きいパワーを持つんです。人って自分がやればできるんだって分かるとね、すごいパワーを発揮できるんです。要するに成功体験を持つと、あ、俺だって私だってできるんだって思えると、今までこう他人事に見ていた人たちがそうではなく、あ、自分もできるんだって、でそういった自分がやった成功体験が食事を変えたという一つのことであろうとも、新しい挑戦に向ける力をくれるんです。何か達成できたっていう自信は大きな強みで、あ、じゃあこれを例えば始めようと思ってなかなかできなかったプログラミングスクールに行ってみようとか、プログラミングスクールオンラインで始めてみて全然やってなかったけど、このように毎日やるタスクとしてとりあえず5分だけでも毎日やってみよう、だって食事変えれたんだったら今までボケってやらなかったこともやりゃできんじゃないかなっていうマインドに変わるんです。要するに自分がやったという成功体験がこれからやろうとすることの行動を大きく変えるって言いたいんです。サンプリングで着ているキースの新しいデザインのものなんですけど、このステッチが表面に出てるスタイルで、丈が、ね、短めのやつ、今回新しくデザインをしてて、普段ねこうやって着ることによってどういう使用感なのかっていうのが分かるから、新しいコレクションがこれから出ていくって手前ちょっと今着ながらちょっと様子見てます。めっちゃでもいいと思う、個人的に結構好きかも、この感じは。次の項目が結構マインドに関わることで、これは時事ネタを探るです、はい、でどういうことかっていうと、この2024年始まってなんか、ね、数日にしていろんな事件があって、まあ、それを知ってる人はすごくなんか恐怖に近いちょっと不安を覚えたと思うんです。別に2024年に始まった話ではなくて、例のインフルエンザも含めそうなんですけど、僕このチャンネルでは時事ネタ話すことは今までなかったんです。ただ個人的にはまあ、すごく好きというか、まあ、自分事だと思ってるんで、結構僕見るんです。普段いくら体が強くても精神がまともでなければ不安であれば行動がおかしくなったり、楽しく人生を生きようと思って体元気なのに、なんていうか気持ちの方がいまいち上がらないとか、ずっと不安に駆られていたら全てに影響すると思うんです。それはプライベートなところもそうだし、仕事に関しても。で何を伝えたいかっていうと、世界情勢を知るっていうことは自分のある種精神安定剤だと僕思っていて、で結構僕は自分で調べたりとか、もうこの何年間もそういったことをしていたので、精神的な部分が僕めちゃめちゃ安定している理由の一つがそこなんですね。まあ、例えば一つの例で挙げてこれを話すと、まあ、風邪の一種であるあれが流行って、まあ、注射を打たないといけないっていうことがあったと思うんですけど、僕は打ってないんですよね。でなぜ打ってないかっていうのは事前に知っていたっていうことなんです。僕の場合においては自分自身が英語が分かるっていうのもあって、結構時事ネタを、まあ、海外のニュースとかいろんな記事とか、まあ、日本のものも含め全部いろんなところから情報収集するんですけど、2019年のね、あれいつだったかな、8月とか10月ぐらいに、まあ、中国でそういったものが出たっていう情報は日本でもうそういったニュースが流れる前から僕知ってたんですよ。僕仕事柄海外に住むことも結構多いので、そういったことは結構ね一言じゃないって知っていたので、やっぱ海外に行くっていうことも含めそうなんですけど、結構調べるんですよね。2019年の時点で僕実は知っていて、まあ日本で知られ始めた、まあ、ニュースになったのが2020年なんですけど、その当時ではどういったものなのかっていうのが誰もわからなかったけど、まあ何かあるんだろう、何かの意図があるんだろうなって僕は知ってたんで、なので、僕の身の回りの人たちには全員に言いました。打たないでくれと。何かあるぞと。って言って、僕自身はもちろん打っていないし、
僕の周り家族含めに全員に伝えてます、はい、僕が大事だと思える人には全員伝えて、例の注射は打たない方がいいってことで全員打ってないんですけど、事前に知ることによって何か起こり得る最悪な事態を防ぐこともできたなってことは言いたくて、でこれは一つ自分が、まあ、分かりやすくこの動画で伝えれる部分の一つとして今お伝えしたんですけど、世界情勢を知るとか、まあ、そういった時事ネタを集めてリサーチする必要があるのかっていうと、何が起こり得るか分からない世の中になっているっていうことは多分、ね、これを見てる全ての人が感じていることだと思うんですよ。正直これは別に例の風邪の話だけではなく、昔からちょいちょいあったことだと思うんですけど、でも大きく何か変化してるってことは多分みんな気づいていて、今ではインターネットっていうものがあるので、いろんな情報を集めて自分の中でその情報を精査して自分なりの答えを出せるいい時代になってると僕は思うんです。テレビが絶対の存在ではないし、これ俺自身は長生きしたいと思ってます、はい、長生きしたいし、自分の生きてる間に自分がやりたいことは全てやりたいと思ってます、はい、なので健康でなければダメだし、世界でどういうことが起きてるかって分かっていないと海外すら行けないしっていう、まあ、自分ごとだと思ってるからこそめっちゃ勉強するんですよ。やって当たり前だと思っているものの、意外とねこういう話を僕YouTube ではしないんですけど、まあ、友達と話すときとか結構話すんですけど、知らない人の方が多いんですよね。だそこでびっくりする。あ、みんな意外とこんなにニュースで騒がれてんのに調べたりすることもないんだって思うことが多くて、それ知っとかないと、もし何か予想もしてなかった、考えもしなかったことが例えば明日明後日起きたときって、人ってパニックになるしかもうないんです。想定してないと人って行動ができないんで思考停止しちゃうから、僕の場合はいろんなこと想定してます。何が起きても大丈夫なのに。だから今そういう生活の送り方を僕はしてます。精神安定剤のために、その時事ネタというか、まあ情報収集ですよね。世界で何が行われていて何が起こり得るのかっていうことを自分で調べて学ぼうとするってことがいかに大事なのかっていう、このいうことをこの動画では一応伝えておきたいなと思って、先ほど言ったいくら健康で毎日こう自分の自制心を鍛えるようなことをやっていたとしても、その生活の根幹を脅かすようなことが明日起きるってことを知っていなければ、もう人ってもう全てがもう崩れるんですよ、狂うんですよ。ご飯食べれるからご飯選ぶこともできるけど、ご飯食べれない日が明日来るかもしれないんですよ。いろんなところで紛争があるじゃないですか。ホルムズ海峡が閉鎖したら石油が入ってこないとか、台湾有事が始まってしまったらシーレーンが封鎖されて物資が入ってこないとか、いろんなことが言えるんです。これね、近い将来いずれやってくると僕は思っているんですよ。じゃあどういうことを備えてできるのかっていうのは、今冷静で平和の時に心構えと、さらに食料が入ってこないと思うのであれば、今のうちにちょっと備蓄するとかっていうことの努力はできるんですよ。ちょっとでも明日一日を長く生きようと思うのであれば、今この平和な時に、精神的に安定している時にこれやるべきだと思っているので、マインドの部分において、この何が行われてどういう風になってるかって知るってすごく大事だと思ってます。ちなみにこの話あまり長くしたくないので、パッパッパッてこう、まあ、最後話したいんですけど、いろんな情報を仕入れることが一番大事です。この人だけの意見を聞くってなると、やっぱり人の意見っていうのは偏ってしまうので、基本的には。なので、あの人の意見、この人の意見っていろんな人を見ていって、自分の中で精査して、この人の意見はすごく聞けるなって思う人たちをピックアップして、自分の中に情報として取り入れていく、これはやるべきだと思います。じゃあどういう人から見たらいいのかって、たくさんいるし、ちょっとどれこれってなかなか言えないんですけど、僕個人的にすごくね、信頼できる情報を提供してくれてるなと思う、まあ YouTube、 僕も YouTube やってるんで、 YouTuber でいいなと思う方は及川幸久さんです。彼はもともと金融の世界にいて、いろんなことを知って、裏の社会というか世界を知っている方で、かなり詳しいです。僕実は講演会すら行ったことあります自分でお金払って彼の話が聞きたくて講演会に行ったこともあるんですけど、まあ、そんな彼はかなり有益な情報を発信してくれてるんですけど、まあ、内容があまりにも、この YouTube っていうのは Google さんが持っているので、 Google さんがあまりこう気持ちよくないような情報も多くて、で彼のチャンネルはバンされてしまいまして、今 YouTube では彼の動画見れません。ですが X、Twitter の方で今ね切り替えて、まあ、相変わらず配信してるんですけど、まあ、ぜひ見てほしいと思います。彼の説明はすごく分かりやすい、僕みたいなバカな人間でも分かるように説明してくれていますし、誰かおすすめできる人がいるかなっていうところで言うと、彼はすごくおすすめです、はい、中身いいけど、これ自分事やからね、人事じゃないから絶対的に知るべきなんですよ、本当にマジで。
なくても1日2分から5分ぐらいの筋トレ運動でいいんです。これをできれば毎日やる。ラストの項目においてはフィジカル。フィジカルは密接にマインドに関わってます。これは言うまでもなく、体が疲れていれば気持ちもちょっと下がったようになってしまうし、もちろんその逆も言えるんだけど、体に体力があって活力がみなぎっているような、そんな健康な体があれば頭も冴えるし、結構ポジティブな考えにも持っていくことができる。でもそういったことっていうのは日頃体を使うことをしていないと願っても得れるものじゃないんです。で、この筋トレ運動っていう言い方をしたのは、筋トレは結構ね、家の中でもできてしまうんですよ。こんな感じで、自重トレーニング、もしスポーツをやってるのであればスポーツをやりに行くとか、その他ランニングで有酸素運動なんていうのもすごくいいです。ただこれも1日何キロも走れっていうとなかなかしんどいし続かない。たった1日2分から5分の短い体を使うという時間であっても、あなたの人生を大きく変えると言って断言できると僕思います。まずこれは一つ、普段スポーツ、筋トレ含めたことを、そんなにしない人、知ってる人でも週に 1,2 回程度の人であれば、これを毎日続けるっていうことがもしできれば人生変えますよ。本当にこれズバリ、僕は長く自分の体を動かすということをやってきました。ダンスにおいてはブレイクダンスというくるくる回るようなダンスを20年以上やってきて、そして、その前であれば空手、球技、今ではこういったトレーニングを10年は言い過ぎたな8年ぐらい続けていて、で体を使うということを結構小さい時から好きでやってきた人なんですけど、断言できるのは、これだけ長い期間ずっと動いてる時間があるだけに、動けてないとか怪我で、病気したとか、人間の体は動かさなければ機能しないっていうことには気づかされました。今この現代社会において運動するタイミングってないですよね。会社員であれば会社に出勤するとかで歩くっていうことがあったとしても、でも基本的には椅子に座り手を動かしたりとか、肉体労働でない限りはあまり体使わないっていうことだと思うんですよ。そういう人の方が多い。じゃあ体どこで機能させるかって言ったら、自分で好意的に先ほど僕がやっていたような筋トレとか走りに行ったりスポーツをするっていうことをしないと、人間の体って今使える状態ではないんですよ。使える状態じゃないってことを月日かけてやっちゃうと体機能しなくなるんです。こういった機能が衰えてくると何がどうなるかっていうと、運動を多少したからといってカロリーを消費できなくなる体になるんです。運動をコンスタントにやってる人はエネルギーを体外から入れて、それをいわば車みたいなもんでガソリンを入れて、それを燃料として車を動かすみたいな、そういった機能自体が衰えてしまうから、食べ物を入れて体に入れて、それエネルギーとして動かそうと思っても機能しないから、それがエネルギーに変わらないとか、食べたものはエネルギーに使われずたまり体が太っていくっていう風になっていくんですよ。これね、面白くて、体使っていないと本当に機能しないんです。だからできれば毎日っていうのは、今回は冒頭にも言ったように、これはもう一般向けな動画ではあるんですけど、毎日結構難しいと思うんですよ。ただ1日24時間ある中の2分5分はできるでしょうっていうことで2分5分って言ってるんです。最低でもこれをやるだけでも体は機能します。実際どういったことをするかっていうのは体を機能に関わることなので、何をするかっていうのはめちゃ大事です。ここで一つ紹介できるとすれば、僕はこのチャンネルでいろんなさまざまな筋トレを紹介してきました。過去にね、これらの動画っていうのは基本的に2分から5分ぐらいのトレーニングが多いんです。だからこそ今でももう何年も前に上げた動画なんだけど、効果を感じてずっとやってくれてる方がいたりとかして、見たことのある人、見たことない人、この動画、これらの動画一番ね、分かりやすいし、実際やってもらうと分かると思うんですけど、結構しんどいんですよね、短い割に。僕は体を使うプロだと自負してます。もう長年やってきたし、体の使い方は誰よりも僕が詳しいのと得意な分野ではあるんで、どういう風にすればどういう風に体が反応するかって分かってるんですね。どういう運動をすればいいのか分からない運動ベタな人はこれらの動画見てもらうとその辺は解消できると思います。それを毎日コンスタントにやり続ける。強度に関してはちょっと高いものになるからしんどいと思うけど、できる範囲にです。できる範囲でやる。でここで先ほどお伝えした食べ物を変えると同じで、普段やらないことをやり続ける。しかもそれは自分の体のことを思ってやる。今辛いことだったり楽しいと思えることでは最初ないんだけど、これが楽しいに変わっていくのが人のね、いいところではあるんですよ。しんどいが楽しいとか、しんどいが達成感につながっていくんです。この旨味を知れたら続けていきます。ただこれはここに行くまでは
やらないといけないんです。たまにやるとかっていうレベルではただしんどいがずっと続いちゃうんで多分やめちゃうんですけど、しんどいことをやり続ける、たった1日2分から5分の運動をせえって言ってるだけなんで、そんなのできないってことは多分ないと思うんですよ。ただやってない人がやろうとすると結構しんどい。でもこれをやってくると楽しさに変わるんです。何回もいいけど、これが分かると人ってやめれなくなるんです。むしろ楽しい、気持ちいいと感じるんで、その領域に持っていこうと思ったら毎日やること、そしてこれを毎日やることによってもちろん体は機能するし、そしてさらに気持ちが変わります。ここもマインドになるけど、この気持ちを変えたいっていうのが僕の中で一番今回大きなテーマの一つ。もちろんフィジカルも大事、マインドが変わらなければ全て変わらないんです。人生はもちろん変わらなければ良くもならない。悪くすることはできるんです、逆に言えば。でも良くすることはすごく努力がいる。それはどこから得れるものかっていうと、マインドなんです。じゃあマインドはどうやって鍛える、鍛える方法はあるものの、やっぱりアクションが大きく関わってくるからこそ、フィジカル的に動かすトレーニングっていうのはまさしくそのトレーニング、要はマインドを鍛えるトレーニングとしてはもう一番いいんです。しんどいことを続けてこれたっていう自信はもうこれお金で買えないんですよ。でこういったことができるってことは、ことはこういったこともできるんじゃないかなっていう発想転換に人間ってね変わるんですよ。それが全くジャンルの違うものとであろうとできるんですよ。やりたくないことでもやって意味のあること、ものすごく意味のあることであればやりたいですよね。だって自分の人生豊かになるんだから。でそれをやれて、さらに自分に自信がついたらもっとさらにできるんですよ。これもあれも雪だるま方式なんですよ。そうなってくるとどん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 あれもこれもって成功体験が小さなところから増えていくと、どんどんどんこれ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 ってなっていって、いずれ1年2年って経った時に別人になるんですよ。自分があれ俺これできんな、私あれできんじゃないって。でそれの失敗はもちろんあるんだけど、その何かを挑戦するって失敗はその中にあるんだけど、それすら楽しめるようになってこれた時にはもう最強モード入りますから、本当に別人になりますよ。自分のしたいことができてくる感覚、いかに楽しいか。宝くじで大きなお金が当たってうわーって喜ぶのはいいんだけど、それってその一瞬の喜びでしかなくて、一番気持ち、心の底から気持ち楽しいと思えるのは自分が変わっていくってことなんですよ。 中から。それが確信に変わる、自分の行動で生まれたものはこれ確信できるものなので、これはお金で買えないんです。これをみんなに得てほしい。自分の人生はもう自分でしか変えれないのに、人に頼むものでもなければ、腐りきった政治をすぐに変えることもできない。じゃあどうすれば自分の身を自分で守れるのか、自分の精神を保てるのかっていったらもう自分次第なんだ。だからこういう小さなことからやってみてください。で、すでにやられてる方は高みを目指して一個一個の強度を上げてください。ちょっと筋トレみたいな言い方になりましたけど、本当にやってる頻度とかやってることの量とか、もうちょっとステップアップしてやってみるとか、なんだったら海外に思いっきり出てみていろんなことを経験してみるとか、そういったことをしてみてください。やらないと何も始まらないんで、本当にもうこれだけです。はい、僕みたいに体鍛えてる人ってこのサプリメントって基本的にめっちゃ飲むんです。じゃあこの一般的な人でこのサプリメント飲む必要があるのかっていうと、半分だと思ってます。意見は必要でないって思える部分と必要であるって思える部分が2つあって、で1つ必要でないって思う部分に関しては、例えば明確に大きな筋肉をつけたいとか著しく発達した筋肉をつけたいっていう人に関しては、やっぱりタンパクとかそれ以外のビタミンとかなんかそういった栄養素っていうのを食事から取れなかったりするので、そういったところを補うためにサプリって必要なんですよね。だから取ります。逆に必要だと思う部分の話で言うと、そういった栄養素が別に食事から取れてるのであればサプリメント取る必要がないんですけど、サプリメントみたいなことも要はオプショナルなんで、やってもやらなくてもいいっていうところでやるっていう決断をして、ずっとやり続けるっていうのは、さっき言った食事を変える、トレーニングをコンスタントにずっとやり続ける、そしてサプリメントを飲み続ける、これ飲まなくていいものを飲み続ける。飲む利点はたくさんありますよ。もちろんやっぱり見た目を変える部分であったり、栄養素を入れることによって丈夫な体を作るっていう意味で取る意味は重々あるんですけど、まあお金のかかること、そして面倒なことなんですよ。このオプショナルなんで別にやらなくてもいいことなんで、ただこういったことを、これも努力が必要になってきます。今回の動画で言い続けている面倒なことをやり続けることによって、自分の意識が考えのこのね、そこから変わってくるんですよ。やらなくていいことを自分のためを思ってやるっていう行動が、あ、できるんだっていう思いにどんどん変わってきて、それが思うことからどんどん自信ということに変わってくるんです。ステップアップして、
そうなると今までできなかったことすらあれやりゃできんじゃないかなって考えに変わってくるんです。要するに何かやろうと思ってずっとやってないようなことがずっとあったとして、人生ただこういった日頃の日常でこうやってないことをやるという努力をしてることによってポジティブになるんですよ。考えがポジティブというか原点に戻れる、やりゃできんだってことに気づけるんです。ただやらないっていう選択を取って怠けることをずっとやってると新しく何かをしようとすることがめんどくさくてやれなくなるんです。だからまあ自分にはできないかなって思ってどんどん、ね、先延ばしにしちゃって、別にそれしなくても人生楽しく生きていけるってことを知っちゃうと人ってやらないんですよ。ただこういった努力をずっとすることによってこれがね、あやりゃできんだ、別に難しいことじゃなかったんだって気づけるようになってくるんですよ。これ人って面白くて、僕これを日常的に感じてます。めんどくさいことを僕ずっとやってます。僕の場合は体を鍛えて体を変えるっていうことを目的にやってるんで、正直サプリを取ってることをやめることはできない。それ以上の食事を取れっていう方がしんどくなるので、体を鍛える人はサプリ自然的に飲む人が多いと思うので、この行為をオーガニックにやっちゃうんですけど、一般的な人にこれを勧めるときに僕はそういうふうに説明します。これをやることの利点、栄養を取る以外に、実はそれ以外にこの面倒なことをやり続ける、そしてそれができたっていうことが自信に変わる。これ本当そうなんで、僕自身はこのメーカーにスポンサーずっとしてもらってるので、バイタスの、プロテインをずっと飲んでます。ちなみにちょっと宣伝にはなるんですけど、フルーツが出ました。これめちゃくちゃ美味しいです。ヨーグルトで割って食べることも多いですし、ドリンクにして飲んでもめちゃくちゃ美味しいんで、日本のプロテインのレベルは世界の中でもトップクラスに高いです。それは何かというと、栄養面の部分よりもむしろ味です。味が美味しい。日本のプロテインって栄養のために飲むというよりもジュースみたいな感じで飲む人が一般的には多いんですよ。判断基準は栄養ではなく美味しいか美味しくないか、そこが判断基準になってるだけに、日本のサプリメントメーカーっていうのは味に相当こだわってます。特にまあアメリカだとやっぱり栄養素っていうのが確実にあって、体のために飲んでるんで、味っていうのはちょっとこうランクで言うとちょっと下なんですよ。そこを重視めっちゃしてないっていうか、日本の場合は味なんですよ、内容よりも。だから日本のプロテインっていうのは味に相当こだわりがあり、飲み続けてもらえるような工夫がかなりされていて、味に関しては本当にね、もうプロテイン飲んでると思えないようなフレーバーが日本にはたくさんあります。その中でもバイタスのものは美味しいです、はい、味に定評のあるプロテインも本当に増えてきてはいるんですけど、僕はこのメーカーのものを飲み続けてきてるから分かるのは、栄養要素もいいんだけど味に関して飲み続けていけるようなかなり工夫がされているので、美味しく、まあ、こういったプロテインを飲みたいって人はバイタス結構おすすめはします。はい、まあ、これちょっとかなり非気な部分はありますよ。僕自身がサポートしてもらってるってのもありますし、ただ飲み続けているもので美味しい、特にこのフルーツは美味しいです。よければ見てみてください。自分ができるトレーニングやっていきましょう。韓国みたいに徴兵制度があってね、しごかれるようなこと日本ではないんで、悠々と生きていけるこの日本での生活の悪い部分がいずれ出てしまう。自分でできることを今からやれれば、僕は多分まだまだ豊かに生きていけるし、今後自分たちの生活に何もなくても仕事面であったりプライベート面であったり全て向上させれるっていうのは、今言ってるようなことをできる人だと僕思ってるので、皆さん頑張りましょう。はい、以上です。皆さんに幸あれ。Good luck!